では今からイチジクを植えたいと思います。ホームセンターで680円で売ってました。頑張ります。ではそこに石を入れていきます。家に余っている砂利なんですけど、入れる？やっぱりこう入れていって、で、ネットがちょっと見当たらなかったので、この水切りネットを入れたいと思います。家にあったので、よいしょ、はい、で土ですね。これは野菜と花の培養土。これ土は16リットル入る鉢になります。ちょっと何個か錆びてる。本当は地植えしたいんですけど、ちょっと庭の工事がなかなか進まなくて、はい、位置が決まらないので、とにかくね、まず大きくするために、そこ、あ、ちょっと待って、もう終わったから後でまたするからさ、その時入れて、ね、まずはちょっともう鉢で大きくしたいと思います。つべきの手袋さ、ママどこにやったかな。よいしょ、こんなもんかな。 OK、 じゃあ次は水をかけます。つべきの出番だよ。はい、では椿が入れます。じゃあ、うん、持たなくてもいい、持たなくてもいいの？本当？じゃあ持たないよ。嫌だ嫌だ。どっち？ママと持つ、はい、ママと持つ、はいはい。じゃあじゃあじゃあこっちも入ってよ。じゃあじゃあここたっぷりかけてくださいとね、植木屋さんに言われました。下にね、私もど素人なので、ね、何でもかんでもすぐわからないことは、まあ、調べますけど聞きます。全部入れる、全部入れる、うん、本当？じゃあ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 もういいかな、もういいかな、はい、ストップ、うん、OK、 よし、入れろ、うん。では次はレモンの苗木を植えたいと思います。それ違う、4月に木工バラと同じタイミングで980円で買ったんですけど、場所が決まらずずっとね、鉢植えのままでした。ワンサイズ大きくしたんですけど、なので一気に大きいレモンに入れてから育てたいと思います。じゃあじゃあ、日陰でよかったね、ここやっぱね、もう暑いもんね。まだまだいける、まだまだいける、まだまだ、まだまだいける、まだまだ、どう、もういい、 OK、 いいよ、ありがとう、はい、これ後ろに置いててください。よ、はい、それじゃ抜いてくださいよ、もうちょっと横にね、よし、行きましょう。ちょっとこっち来てくださいお嬢ちゃん、はい、暑いですね、うん、ギュッギュッ、これじゃ赤いのね、ギュッギュッ、もうちょっとこれちょっと DIY 用の手袋だからさ、あとあれだね、防災しとかないと動いちゃうかも、熱い、うん、もうちょっと、もうちょっと土入れるわ、よいしょ、よくない、よくない、はい、土が、土、あ、大丈夫、よいしょ、ぎゅっぎゅっ、まだあれやろ、いっぱい入ってる、そうでしょ、 OK、 水かけようか、椿、はい、はい、どうぞ向こう持ってってください。行きましょう行きましょう。あ、レモンの花が咲くね、暑いです、暑いけど下着でーす。はい、一、二、一、二、こっち来てください。せーので、一、二、三、四、五、六、七、八、急に速くなってる。これもう一気にやってしまわないと私もうやらないや、きっとね。レモンはね、レモンの蜂蜜漬けにね、お兄ちゃんと妹ちゃんがスポーツをするんだったら差し入れしたいですよね。どうですか？もういいやろ。もういい？もういい？あ、そう。はい。はい、レモン終了。はい、次はなんだ？これは1ヶ月前に挿し木をしたアジサイです。5本したんですけども、1本は枯れちゃいました。ね、1ヶ月経ったんで根が出てたらこっちに移したいと思います。ちょっと待ってや、どうすんのやろな、やったことないから、はいはい、やったことないか分かんない、うん、
ねえ、生えてんのかな、うん、あ、生えてる、ほら、生えてる、やったやったわ、つばき、生えてるわ、よかった、ぎゅぎゅぎゅ、ちょっと待って、じゃあじゃあ、これもう抜けるのか、あ、ほら、生えてる、腐ってないね、ほらほら、根っこ生えてる、やったね、普通に買うとね、やっぱ3000円ぐらいしますけど、私が母の日に昔あげたやつから、よかったね。じゃあこっちそっち入れようか。あ、それ、あ、それな、あの石入ってんね。あ、じゃあもうちょっと入れて待ってよね。これアジサイ無事にね咲いたらさ、あの、あそこ抜きえ抜き、違う違う違う、無事咲いたら4つか、無事咲いたら、あの、あ、池の横にね、こんなもんでいいのかな、なんやの、さっきからブーブーってもうちょっと土いるか、嬉しいね、なんで嬉しいね、すごいね、初めて成功したね、こんなんね、え、1,2,3,4 どこ見して、後で、あ、後であれ薬塗ろうね、いいよ、もうこれとあともうちょっとで終わりやな、今日あ、注意ね、まあまあ暑いわ、よし、また水、よし、こんなんでいいのかな、ママもその分かんないんだけどさ、よし、うん、ぎゅぎゅね、大きくなれ大きくなれ大きくなれ、ちょっと待ってよ、大きくなれ、ありがとう、ちょっとつばきさんこっちおいで、はい、こっちこっち、大きくな、うん、よし、ぎゅっぎゅっ、いいよ、よしよし、じゃあ4つできたのでね、まあ来年はまだ花は咲かないかもですけど、よいしょ、水入れよっか、あちょいね、はい、これはビワの種から、あの芽が出たビワの苗です。あの母からお供え物のいいビワの種をいただいて、発芽するか3つほどね、あのやってみたら1本だけ出てきました。これを大きく植え替えたいと思います。4つ目ですね、よいしょ、休憩中、さあこれを入れたいと思います。ね、ほら根が出てきてるもんね、いっぱい根が出てきてます。よいしょ、ぎゅ、崩れちゃう、もう崩れちゃったし、よし、私も小さい時ビワの種をね、あの庭に植えてめっちゃ大きくなって、ビワをよくにあの取って食べてました。ビワとかイチジクってなんかわざわざ買って食べないんですけど、食べたいんですよね、だから植えます。よいしょ、できた、もうちょっと土入れようか、うん、嬉しいね、種からできるって嬉しいね、よいしょ、トマト、どこ、トマト、あ、トマトあった、これ A でしょ、私最後水かけます、いいの、椿水かけなくて、かける、はい、来てください、じゃあ、はい、来てくださいよ、よし、はい、せーの、じゃあ OK、 これでいいかな、いいやな、いいんじゃない、いっちょ前ですな、よし、植え終わりました。こちらからイチジク、ドーピン、レモン、レモンの蜂蜜漬けにしたいです。イチジクは母が、あ、来ました、で、これは、はい、これはアジサイです、あの池の横に植える予定です。で、これはビワです。で、この4つもね、 DIY しながら、あの木に絡めたりとか、一緒にあの庭の主役にもなっていくと思いますので、どうぞ長々と見守っていてください。暑いですけど体気をつけて、お疲れ様です。